俺だよ、よしこだよ。では、はい、では今日はちょっとね、一つ実験というかやってみたかったことがあったので、今日やっていくのはこれ、菊芋。僕結構これ好きなんでいろいろ作ってるんですけれども、まあ原料期は特に食物繊維というか、まあ、イヌリンとかも入ってるので水溶性食物繊維ですね。なのでかなり重宝しています。それでいて糖質も少ないので、ポテトサラダできないかなと思って、今日はもうそのポテトサラダ菊芋でできるかどうかをやっていきます。ではお願いします。はい、では、今から菊芋を水洗いします。泥の部分だとか、あとは根の部分ですね、見つけたらそれは処理しといてください。お湯が沸いてるので適当にドボン。念のために10分ぐらい湯がいていきます。じゃあこれを火を止めて、よいしょ、皿に一回ちょっと汗残りがあると嫌なので軽くだけ水注いで、そのボウルにドーンってポテトマッシャーで、よいしょ、お、意外と潰せるか。今潰していく過程で、今日パッパッパーと少々、ゆで卵です。ゆで卵も一緒に入れといて潰しときます。で、塩もうちょっとだけ入れといて、それからブラックペッパーをパラパラーと、これも少々だけ。じゃあ次は無糖液の脂肪ゼロのヨーグルトをこうやってさらして、こんな感じで重しをつけて作っときました。これ 100g です。これをマヨネーズ代わりに塗っていきます。よいしょ、ヨーグルトを、水切ったヨーグルトを入れといて、じゃあそのままゴムベラで混ぜていきましょう。このポッカレモンを、これも適当にさーっと味は、味付けは好みなので、塩味とかは様子見ながらちょっとずつ付け足しておいてください。はい、これで完成でございます。はい、ではこれを食べていきましょう。はい、ではお上がりなさい。いただきます。食べましょう。まあシンプルね、芋ばっかりですけどこんな感じでございます。うん、おこれはいいポテトサラダですよ。おいしい。マヨネーズ使えない分ヨーグルトで代用してるの正解ですね。ちゃんと塩っ気と酸味も付け加えてるので美味しいです。うん、あ、ブラックペッパーがいい感じにアクセント効いてるな。これすごいお腹の調子整いそういかがでしたか。お筆で菊芋のポテトサラダでございました。結構ね、
美味しく出来上がりました。やっぱりあの菊芋自体がねヘルシーというか、まあ、食物繊維豊富ですし、あのポテトのじゃがいもの代替わりにいろいろできるんじゃないかなと思ってて、でマヨネーズ使わずにヨーグルト脂肪ゼロ、もう全然おすすめですよね。やり方、普通のじゃがいもでポテトフライするときもマヨネーズ使いたくないときはあのやり方で試してやってみてください。それで十分ですから。そうポッカレモン君も言ってます。そうだねポッカレモン君、うんそうだよ、はい。では、僕のチャンネルでは基本的にはこういった、料理、まあ、ダイエット食とかを中心にやっていっています。もしよろしければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。まあただ楽しくて見ているっていう方もいらっしゃれば高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。